太陽国陸軍の軍旗太陽国陸軍とは、タイにおける陸軍である。大陸軍の騎平前874年創設。大陸軍の歴史は、軍事面よりも、その著しい政治色で知られる。また、国王が統帥する太陽国軍の名目上の、トップは国軍最高司令官であるが、事実上のトップは陸軍司令官である。ラーマ5世による着陸改革の後、 タイの軍隊は西洋の侵略に備え国費が大きく継ぎ込まれ。これはタイの軍隊のエリート化を生んだ。軍隊のうち陸軍は1912年の反乱をはじめ数々のクーデターを起こした。1932年の立憲革命ではプリーディーパノム4率いる文民グループと共に陸軍を代表するプライアーパホンポンパイユ派生な。あとにパホンは フラヤーマノオッパコンニティターダー文民政権に対して革命を起こし陸軍最初の前世紀を迎える第二次世界大戦後は文民政権が主流となるが九百四十七年にピブンが政権に返り咲いたことをきっかけとして陸軍による政権が復活した九百五十一年に海軍によってマンハッタン号事件が起こされるが海軍はクーデターに失敗し さらに、ピブーンによって、勢力をそがれたため、海軍は、政治の舞台から消えることとなった。その後のピブーン政権下では、パオシーヤーノン率いる、警察勢力とサリット・タナラト率いる、陸軍勢力が勢力を二分したが、1957年に、サリットがクーデターを起こし、警察勢力を一掃した。この間、国営企業が多数設置され、陸軍の将校が、 養殖に据えられたため、ピブーンによる陸軍将校の改従が進んだと言われるが、一方で軍人と企業家との癒着も強まったと言われる。コブラゴールド2001において、アメリカ陸軍の兵士と共同で訓練を行う対、陸軍兵士1957年のクーデター以後、陸軍と文民による政権交代が続いたが、総じて政治的立場は陸軍に有利であった。その原因は、 インドシナ共産党に唯一対抗できるのは陸軍であるとの考え方が世論の大勢を占めていたためであると言われている。1970年3月20日、タイはラオス内戦に介入を開始。陸軍はアメリカを含む反共勢力の拠点であったロンチェンの防衛を支援するためにニコ大隊を空路で派遣。1971年末から1972年には、 北ベトナム軍と交戦して多数の犠牲者を出した。しかし、ベトナム戦争、1991年のスチンダー政権と元バンコク都知事のチャムロン・シームアンの衝突では、陸軍派のスチンダーが実質的に敗北し、陸軍勢力の政治的影響力の衰退が顕著になり、タクシン・チナワットやアピラック交差ィンに代表されるような企業政治家が台頭するようになった。 しかしながら、現在でも政治家にとって陸軍は政権安定の鬼門であり、タクシンが陸軍司令官にいとこを配置したのも陸軍勢力の牽制が目的であったと言われる。慣例的に陸軍司令官には仏教徒が就任してきたが、2005年10月1日に、ソンティブ・ンヤラット・カリン大将が陸軍司令官に就任し、初のイスラム教徒司令官が誕生した。 2006年9月20日、ソン孫悌陸軍司令官を中心とする民主改革評議会がクーデターを起こして大前を掌握した。憲法及び憲法裁判所と上下議会は停止され、ラーマ9世を評議会の議長に、またソンティ司令官を暫定首相に据えた暫定政権が発足した。ソンティ暫定首相は国民にできるだけ早く主権を返還するとして、 暫定政権を発足させた。民政移管後も政治勢力としての影響力をほぼ回復している。式典における、礼服姿の大陸軍兵士大陸軍は国防省の国軍最高司令部の会組織である。陸軍司令部司令部の命令系統は以下のようになっている。また、参謀長保護名は以下の組織を管轄する万国都内における 大陸軍の憲兵実戦部隊実戦部隊は4つの軍管区と特殊作戦部隊及び陸軍直属部隊に分かれる。その他の機関以下の機関は陸軍参謀司令部及び実戦部隊を補助するためにある機関である。放送局大陸軍は独自の放送局を持ち一般に向けて地上波放送をしている。チャンネル番号は5番と7番。放送内容に 特別な軍事色はなく、タイのその他テレビ局と同じようにドラマやバラエティショーなどの娯楽番組も放送されている。スポーツ中継は多くないが、陸軍所有のルンピニースタジアムで行われる、ムエタイの試合を毎週土曜日の夜に放送している。2013年に開かれたアジアバレーボールカップの試合中継も TV5 局と BBTV 局が放送をした。また、 在外大臣及び外国人向け全世界に放送する TV 後で管轄されるタイトブグローバルネットワークもある。別に、ラジオ放送は中心局で特に規定ではなく各組織に独自で運営する全国放送局は127系局にまとめる。ただし、ニュースや全国番組放送の場合によって、情報局付属番国第二ラジオ放送局で代表的に責任する。 アメリカを中心とした西側諸国や中国、ソ連、ロシアの兵器を取り混ぜて運用している。第二次世界大戦中の兵器もごく少数ではある。ものの、現在も運用している。M16A2 を携行する大陸軍の兵士拳銃、編集自動小銃、編集機関銃、編集対戦車兵器、編集火砲、編集戦車、編集装甲車、編集非装甲車用。 編集バンコク都内におけるハンビー自走砲、編集無人偵察機、編集ヘリコプター、編集現在すでに廃止されている。ありがとうございます。